はい、えー、それでは苦手論点克服講座ということで、えーとまあ、財務会計論はですね、えー、今日あのレジュメある通りですね、ちょっと連結キャッシュロー計算書ですね少し扱っていこうかなと思います。はいえー、担当オレックス2講師、影山と申します。よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、まあね、タイトルの通るり、苦手論点克服講座ということで、えー、お手元にまずね、レジュメ1点、ご確認のお願いします。えーまあ、講師レジュメ1106、まあ、1106って今日の日付ですね、11月6日のレジュメでで、 まあこれ、ねまあ、中身は連結計算書のです、ね、話になりますで、まあ、今日ね苦手論点国府講座って、まあ、今日1時間半しか、ね、ないのでちょっと全部ね、あのー、まとめて見ていくっていう時間がないので、えーまあ、絞ってある程度こう絞って、えー、見ていきたいと、えー、思います。 で、まあ、まずはねあのタイトルとして苦手論点であるのでもともと連結キャッシュローなんかが、ね、得意な方は多分あまりあの新しい情報は得られないかと思いますが、まあ、どちらかというとねこう苦手な方向けの、まあ、講座になりますのでまあちょっとねいろいろと、まあ、質問とかねラインで受けている中でやっぱり連結キャッシュ、うん、分からないっていうよりも切っていいですかっていうねあの声が非常に多くて。うん まあどうかな切っていいかなって言った時に、まあ、それ切っちゃダメだよねっていう話ではあるんですけどただまあで担当だったら、まあ、特に初回受験生なんかはねあのまあ確かに連結キャッシュローまで手をつけて、えー、で十分に準備ねしてじゃあ担当に臨みましょうっていうことができる方は、まあ、逆にそんな多くないと思うんですよね。えー、ただまあ論文では 連結キャッシュフロー計算書、ね、出題実績こそそんなにないんですけどただがっつりと、ね、総合問題で論文で出たときにはやっぱりやってる人やっていない人で相当差はつきますし多分がっつりと出た時はやってなければ多分点数取れないんで、まあ、偏差値でいくとかなり、ね、不利になってしまいますからあの、まあ、その切っていいですかっていう質問に対しては、まあ、まあ論文では切ることはできないと。 で担当で、まあ、初回受験であれば、まあ、こんなことここで言ったら怒られるかもしれませんが、まあ、ワンチャン来てもしょうがないのかなとは思うんですよ。ねまあ、担当も、まあ、出たとしても8点なので、まあ、その連結キャッシュロー計算書を、ねえー、勉強することによって8点をまあ確実に取れるようにするっていうのもいいかもしれませんがただまあ費用対効果がすごいいいかといったら。あのー もし連結キャッシュローを、ね、しっかりとマスターする時間があるんだったら特に初回受験生の方なんかはまあ減損とか、ね、リースとかそういうところに時間をかけるべきなのかなと思います。はいでまあ、今日、ね、この講義の中で連結キャッシュロー計算書の中でも、まあ、さっき言った通り、ね、ちょっり全部はなかなか、ね、扱いきれないので、えーまあ、特定の、まあ、具体的に言うと、まあ、特に投資活動や財務活動なんかを、ね、中心にあの見ていきますが、まあ、その部分が出れば、ね、ちょっと点数は取れるように、えーまあ、ある程度はなるかなと思います。 ただ、まあ、僕という科目の性質上、やっぱり講義を受けただけで基本的に点数は取れるようにならないので、まあ、あとは、ね、テキストだとか問題集なんかの説明を、ね、あのちょっと見てもらえれば、まあ、まあ今日ね、あの1ヶ月後の担当生、受けられてる方もいると思いますけれども、まあ、1ヶ月後の担当でも、き、まあ、今日やったところが出れば点数が取れるように、ね、せっかくあの講義を受けるんで、しそれではね、ちょっと時間があまりないので、進んでいいきたいと思います、まあ、本講義の進め方とありますけれども、 まあこれは時間がフルにある場合こういこうかなというです、ね、理想を掲げているだけであって実際、1時間半の中でこれら全部やっていくのがです、ねまあ、厳しいので、えー、基本的にはね今日やるところっていうのはメインはこの2番だと思ってください営業活動によるキャッシュフローの証券欄より下ですに、ねはいまあ、は投資活動や財務活動っていうところを、まあ、メインでやっていくんだと思ってください。 ええまあというのもやっぱり連結キャッシュロー計算書、特に間接法をですね考えたときに、小計欄より上がまあ多分一番難しいかなと思います。はい。まあ慣れてば慣れですけれどもね。えー、ただ調整の作業がまあ一番多いので、小計欄より上で確実に点数を取っていくっていうのはまあ対策としてはまあ一番後回しかなと。残ども論文も、他の投資活動や財務活動ができるようになってから。 えーまあ、その後ねそこの投資財務ができるようになってから、まあ、営業の方に、えー、力を入れるっていうのは全然ありだと思うんですけども、まあ、初めから特に関節を象形欄より上の点数を取ろうとすると心折れちゃうんですねでテキストのレイアウトも初めねその営業活動から始まるようなレイアウトになっていますので、えー、まあ攻撃しながらねこう初めからテキストのレイアウト通りに順序通り進んでいくとあ難しいなってなってしまってまあ私もね昔は 連結キャッシュローも講義の中では、営業活動のしかも難しい商品売買の未達なんかからねやっていってえいたんですけど、ちょっと申し訳ないなと、最近はもうね、逆に投資と財務の方からね、講義の中でもやっているので、なので、最近ね、の私の講義を受けられた方は、講義の中でね投資や財務からやっているということは感じられると思いますが、逆に昔受けられた方はいきなり未達とかね、やっていて分かんないよって思った方もいるかもしれません。はい えーまあ、やっぱりねその、特に未達なんか絡むケースってのは難しいですから、もうその,の一番最後でいいんですよね。はい、で、まあ今日はやっぱり基本的なところ、苦手論点克服っていうところなので、点、えーまあ、数が取りやすいね、投資財務っていうところを中心に、えー、見ていきます。はいえー、では、えー、2番ですね、まあ、とはいっても、そもそも連結キャッシュフロー計算書ってどう作るんですかと、えー、いうのがわからないと、やはりこのあと進んでいけないので。 1>, 1ページのです、ね、ローマ数字2番連結キャッシュフロー計算書の作成方法を見てください。はいえー、連結キャッシュフロー計算書の作成方法は原則法という方法ですね原則法という方法とあと、簡便法という方法がありますで。この1ページのローマ数字2番の、ね、すぐ下にあるのは原則法。で原則法というのはこれはです、ね、親会社と子会社の個別財務諸表を合算して でその後いらないところをカットしていくような形で、えー、キャッシュフロー計算書を作る方法、えー、これを原則法と呼んでいきます。はいまあ、要はその下にアンダーライン引っ張ってあるとおり、えー、連結財務書表を作成する手続きと同じ方法です、ね、連結財務書を,、えー、を作っていくと、ね、要はこれです、ねえーまあ、個別キャッシュフロー親会社のものと子会社のものを、えー、合算してあとはカットしていって まあ連結、キャッシュロー計算書を作るということなので、まあ、連結、財務諸表もそうですよね、親と子の PL を合算していらないところをカットしていきます、親と子の BS を合算していらないところをカットしていきますというプロセスで、えー、作るものと同じような修正軌道でキャッシュロー計算書を作っていきましょうというのが原則法なんですね。はい、でそれに対してちょっと、ね、ページめくると、2ページの下に勘弁法というのがあるんですね。 簡便法。まあ、下三分の一ぐらいのところで。で、この簡便法というのは。これはですね。個別キャッシュフロー計算書の作成に準じて。連結キャッシュフロー計算書を作る方法なんですね。まあ、いわゆるその簡便法の場合はですね。個別キャッシュが作れれば。連結キャッシュもできるし。 逆に個別キャッシュを作成することができなければ連結キャッシュも作れない、まあ、簡便法とは言ってもですね基本的に個別キャッシュと同じ方法で作ります、うん、つまり個別キャッシュロー計算書を、ねあのー、作るということを考えたときにです、ね、どう作ったかというと、はいえーまあ、PL とか、ね、BS をベースに個別キャッシュで作ったと思うんですよ。ねまあ、例えば、BS、だったら の増減とか、ね、売上債権の増減とかってあれ、ね、BS 見て前期末と後期末の比較して、まあ、増減の調整したと思いますし、えー、また、小計欄より、まあこれは、ね、小計欄よりになっちゃいますけども、えー、関節の小計欄より上なんかは、えー、連結、じゃなくて PL から、ね、原価償却金の金額とか、ね、固定資産売却金の金額とか、まあ、ただ移して、ね、作っているだけですよねで。それが連結 BS と連結 PL になっただけなんですね。はい ということは、まあ、その下にあるとおり、えー、基本的に元となる財務省が個別財務省票じゃなくて、連結財務省になっただけで、作成方法としては、個別キャッシュロー計算書を作成する手続きと同じになりますので、はい、その後矢印あるとおり、個別キャッシュを作成できないと連結キャッシュも作成できないんですね。はい、だから、ここも個別キャッシュありきなんですよね、個別キャッシュありき。はい まあ本当に、ね、今日ちょっと個別キャッシュの方をむしろやろうかなと思って一,一瞬考えたあのこともあるんですけど今日のょうの企画でね。はいうん、ただまあ結果的にはまあちょっと連結キャッシュの方が声が多かったので連結キャッシュというです、ね、流れになったんですがまたどこか、ね、いつかのタイミングで、まあ、個別キャッシュ苦手な人も個別キャッシュそもそも苦手なんで、ね、あので多いというのは確かなんですが、はいえー、まどこかでやろうかなと思っておりますがちょっと今日は連結キャッシュ、ねはい、で話そとれちゃいましたが。 えー、まあ、あのー、基本的に個別キャッシュが作成できれば連携キャッシュもできますよ。元となる財務省が違います。よっていうだけなんです。はい、なんで。まあ最後に、ね、ちょっとコメントを入れていきたいと思いますが、一番最後にね、えー、基本的には簡便法っていうのは、まあその名の通りまあ、簡単なやり方になっております。はいで、そこでまた戻りますね。はいまあ、今日メインで見ていくのはどちらかというと、やはり原則法になります。 でまあ、この原則法についてもキャッシュロー計算書の作成方法として特にまあ営業活動によるキャッシュフローは直接王と間接王2つに分かれました直接王と関節王でまあ象形欄より下ね営業活動の象形欄より下は直接王も間接王もまあ基本的にはね、えー、同じわけですが象形欄よりは直接王と間接王が違いますよと、はい、ただまあ気をっていくのはメインはね象形欄より下になります、はい、で、えー まあ直接相に関する調整として、えー、まあ2つあります、まあ、これは、ね、小計内の下なので、今日はね基本的には。だからまあ間関節も同じなんですけれども、ちょっと、ね、ここ2つ,2つの2種類の調整があるというところを、えー、マーク入れていきたいと思います。あのこの、ね、調整の種類というのを意識してください。ですかえーまあ、まずです、ね、連結キャッシュロー計算書の,書の、えー、調整は1つの調整として内部の取引を消していきましょうという調整が1つ目なんですね。 これ連結会社間、うん、取引の総裁消去。内部の取引を、えー、消していきましょうと。で、もう一個ね、ちょっと色を変えていきますが、もう一個は、 まあ個別キャッシュフロー計算書をベースに一旦合算するので合算したキャッシュフロー計算書って個別ベースの実態になっているんですけれどもそれを連結ベースの実態に直していかなければいけないという調整が2つ目の調整になります、えー、個別の科目を連結の実態に合わせて科目を変更していくという調整ですねこの2種類の調整があるっていうのがまあ1つポイントではあるんですよだからあのまあキャッシュロー計算書連結の場合ね苦手な方は まあこの違いっていうものがまあ理解されていないというかそそもそもこのの点を意識していないいいなな人が多いかかとと思います2種類の調整に分かれるんだと、まあ、過去一番の、ね、調整の方は結局、ね、グループの中で取引しているお金のやり取りは消していきましょうということですから、まあ、これが一番シンプルでこのあとすぐやっていきますけれども、えー、親会社から子会社に固定資産売りましたでその時にお金もらいましたお金のやり取りをしていますっていったらそのグループの中でやり取りしたお金はまあ消していくっていうだけですね。 これ連結の修正でいうんであれば売上げ年れの総裁消去とか、ねまあ、そんなものに非常に似ている修正になりますでそれに対して、まあ、もう一つですね個別の項目というものを連結の実態に合わせた科目に変更していきますという調整があります、はいまあ、これなんかはそうですねまと、あ、めちょっとやっていきますが社債の、ね、発行なんか で発行後取得というのがあったと思いますちょっとね分かんない方はとりあえず後でやるんで今は聞き流しておいてください社債の発行後取得なんかは個別の観点でね親会社が発行した社債を子会社は、ね、市場から取得すればそれは単なる有価証券の取得になりますが連結の観点で見るとグループで親と子を一体化して考えていくんで親が発行した社債を子が取得しますと言ってもそれ、ね、親と子を一体として捉えると,とすれば自分が発行した社債を自分で取り返すだけなんで連結の場合は単なる返れ償還っていうふうに考えていきます。 でこのように個別では有価証券の取得だけれども連結では返り償還と考えていくようなです、ね、取引に代表されるように個別と連結で実態が違うというものが、ね、結構あるんですよね。えー、なので、ね、個別の合算をするとまだこの合算キャッシュフロー計算書というのは個別ベースなです、ねえーまあ、科目とかになっているのでそれを実態に合わせた、ね、家族の、ね、キャッシュフロー計算書というです、ね、実態に合わせた科目に変えていこうという調整が、えーまあ、2種類目の括、ね、弧の2番の調整になります。 はいまあ、この2種類というところを、ねまあ、ちょっと意識をしてもらいたいかなというところですね、2種類ありますよということです。はいうこまあここを、ね、あの中心に見ていきます、でここ、直接法って書いてありますが、関節法についても、あの小形欄より下は、まあ、この2種類の調整に基本的になりますので、ちょっとメモでも入れていきますかね、まあ、直接法とありますが、えーまあ、関節法も小形欄より下は、ここと同じですね。 そ、まあ、そもそも、ね、直接方も関節方も小棋欄の下は同じなんでね関節方の小棋欄より下はいこれ同じですよはいですかね でまあ、これをね、まあ今日ちょっと主に見ていきます。で、次のページめくると、まあ、関節法についてね、少しまあコメントが入っているページがありますが、まあ、これはね、また後であので、中心としてはね、象形欄より下と言いましたが、一応ね、全く関節法の象形欄より上について触れていかないのも、なんなので、えーまあ、ちゃんとね、これについてはまた後で。 まあさらっとですけれども、まあ、コメントを入れていき、点数取りやすい部分、取りにくい部分というところは、まあ、明確にしていこうと思いますので、それはまた後で、ね、見ていきたいと思います。はい、ですので、まあ、早速なんですが、3ページの方でですね、ちょっと説明を使いながらね、一つ一つ、まあ、これもすべての説明、触れられないとは思いますけれども、まあ、キャッシュロー計算書の作成を、ね、見ていきたいと思いますので、レジュメの3ページですね、ちょっと開けてくださいはい。 ま営業活動によるキャッ消ローの承継欄より移行ということで、えー、まあここはでも直接とも間接とも同じ調整だと思ってください。はい、で、小手市さの売買取引から入っていきます。で、えー、まあ結論からすると、この固定資産の売買取引、まあ、グループの中でね、固定資産の売買してお金のやり取りがありましたさっき、ね、口頭で説明した通り、えー、この調整っていうのはもうグループ間で発生した内部の資金取引を総裁消去するっていう、えー、1番目の調整ですね。 1>, 1ページで見ていった1のです、ね、調整になりますのでもうここに、ね、書いてある通りこれ親会社もしくは子会社が商品を、ね、売ってじゃあ、括弧はちょっと無視をしてね親会社が、ね、売ったとして親会社がお金を子会社からもらいましたと言ったら親会社の固定資産の売却収入と子会社の固定資産の取得支出を消すすというだけなんですね消すというだけになります。 でまあ、テキストなんかだとキャッシュフローの、ね、調整に関する仕分けとかも載っていますけれども、まあ、正直キャッシュの仕分けっというのは、ね、分かりにくい面もありますので、まあ、別に仕分けベースというよりも単にやっぱり、えー、どう処理していくのかなということを、まあ、文字に落として、ね、ちょっと今日は説明していきます、はい、だからまあ仕分けなんかでは基本的に考えていかないと、まあまあ、今日の講義に関しては、ね、でいきます説明一番 えー、P 社は登記種に、えー、S 社に対して2万4千の備品を3万で売却していますと。で、えー、売却代金のうち4千はまだ期末時点で払われていないということなので、まあ、裏を返せば。 3万の売却代金のうち4000を除いた2万6000は親子会社間で決済取引が済んでいるというふうに考えていきます2万6000はお金のやり取りがあるんですねあらごめんなさい小柄親か小柄親に2万6000のお金が払われているということですよね、はい、そうすると、まあ、1番個別キャッシュフロー計算書ですね、まあ、P も S も有形コデッサの取得による支出と有形コデッサの売却による収入がともにあって、まあ、単純に合算したものが 取得による支出が11万のマイナス、えー、売却による収入が7万5千のプラスただこれは単純に子会社と親会社の個別のキャッシュロー計算書を合算したものなので、えー、そこから内部の取引で発生したものは消していきましょうということですねで、えーまあ、修正プロセスこの丸の2番というところですね、はい、グループ間で2万6千のお金のやり取りがあったわけなのでそれを消していきましょうということですね、えー、P 社の有形固定差の売却収入2万6千を消していく とともに S 社の有形固定資産の取得による支出2万6000を消していくというこの2つのですね修正をしていけばいいんですよね。はい、ですので、えーまあ、有形固定資産の取得による支出であれば、まあ、個別合算はプラスあマイナス11万ですけれども、えー、そのうちの2万6000の支出はグループ間のやり取りで発生した支出なので要は、まあね、このマイナス11万にプラス2万6000を加味していけばいいというわけですよね。 はい、で売却収入も、ですねこれ、P の売却収入、5万の中の2万6千は子会社 S 社からもらった固定資産の備品の売却収入ですから、だからまあこの合算値の7万5千から2万6千を減らしてあげると、まあ、回答数値にまあたどり着くということですよね。マイナス11万プラス2万6千で、有形固定資産の取得による支出がマイナス8万4千 7万5千マイナス2万6千で有形固定者の売却収入が4万9千と0円と単純に仕分けとかを考えずに内部でやり取りしたお金を、まあ、単純が産地からね、えー、削っていきましょうということですよね。はい なんでまあ一応ね4番として問題を解く際の注意点なんかは書いてあるんですけども留意点かな。この問題であればその4 0の未払い部分はねあの修正しないように注意してくださいねっていうことですね。 実際売却額3万だけれどもキャッシュロー計算書はやはりキャッシュお金のやり取りですねそれがどれだけ実際にあったのかっていうところを、まあ、修正していくような計算書になりますので売却額が3万であっても実際の支払額受け取り額が2万6000であれば調整するのは2万6000部分ですかねだからまあ未払い金なんかが、ね、ある場合は要注意ということで、まあ、これはあの連結キャッシュに限った話ではなくて、まあ、個別キャッシュロー計算書の作成の時も同じようにね考えていく必要はあります。 はいまあ、これが、ね、かなりシンプルな説明にはなりますけれども、まあ、もう1個ぐらい見ていきましょうか、はい、じゃあ次のページですね、えー、次は資金貸借取引ですね、親会社、子会社間でお金の貸し借りがありましたよと、はい、でお金の貸し借りがあったときの修正もです、ねはい、これも内部の資金取引をすべて消していきましょうという修正になります。 はいまあ、グループの中でお金の貸し借りがあるということはお金のやり取りがあるわけなので、まあ、それに関する、ねえーまあ、キャッシュインキャッシュアウトというものを相殺していくと。で資金貸借取引ということは、まあ、必ず利息がついて回るので、ね、お金の貸し借りで、まあ、問題によっては無利息ってあるかもしれませんが基本的には利息がついてくるので、えーまあ、利息についてもやはり 実際キャッシュのやり取りがあればその部分に関しては、えー、操作していく必要があるということですね。はい、じゃあここもね、えー、説明を少しあの見ていきたいと思いますが、まあ、資金貸借取引で、えー、P 社は当期種に S 社に対して10万貸し付け期間3年を貸し付けたでその後利息ですね。 まあ実際の問題はなんかね割合とかね利払い日とかが入っているかと思いますが節税はちょっと簡便的にもう利息2000円のやり取りをしているんだと。はい、でこの場合修正プロセスというのが2番4ページの下ですね、まあ、一応貸付期間3年ということなので、まあ、長期貸借金 の収入 S がね借りてるんで S の長期借り入れによる収入をまあ消していくとともに P の方が貸し付けの支出ねこれを消していくわけですねグループの中でやり取りしたお金ですからえ消していきましょうとで利息に関しても2000やり取りをしてるんでまあこいつも消そうぜってことですよねはいキャッシュのやり取りは全部消していきましょうとはいまあこれ別に仕分けはいらないかなとは思います えー、そうしたらもう修正プロセスまで見ているので簡単だとは思うんですけれども一応、ね、個別の合算値から修正プロセスを経由して、えー、ちょっとだけ時間を取るので右の連結キャッシュロー計算書の数値ですね軽く確認してみてください。はい、もう修正すするだけですね簡単 もう本当に、ね、電卓入れるだけですよね。まあ、さっきと同じようにですねグループの中のキャッシュのやり取りは個別の合計から、ねえー、カットしていくというだけですから、はいまあ、あの難しい話ではないかなと思います。まあ、一応、ね、確認をすると、まあ、本体のですね借り入れの支出と貸し付けの支出、えー、それぞれ。 PS の合計が借り入れ収入が25万あるんだけどもこの25万のうち要はこの S の17万のうちの10万が親からの借り入れだからそれは連結化しろからは恥じていきましょうということですよね。で逆に P のマイナス15万のうちの10万はこれは S に対する貸し付けだからこれ恥じていきましょうということでそれぞれ10万ずつマイナスすると長期借り入れによる収入が15万で貸し付けによる支出がマイナス5万になります。で利息も同じようにやっていけばいいということですよね。 はいでまあ、キャッシュロー計算書の場合はこれ経過勘定は関係ないですからねお金のやり取りだけがキャッシュロー計算書の記載事項なので、まあ、費用とか収益の期間配分というのは全く関係がないですから。 えーまあ、確かに連結ピールとか連結ビースを作る観点からすると、まあ、その経過勘定で、えー、費用収益の期間安分という観点が出てきますがキャッシュロー計算書は別に経過勘定無視ですね完全に無視なのであの、まあ、問題で何、ね、か未払いとか未収があったとしてもその未払い未収は考慮していかなければいけないですけれどもただ経過勘定というものの科目自体が何か影響を与えるというわけではなくてお金が結局いくら払われるのかどうかというところだけをあの見ていく必要があります。はいです、ね まあこんなとこころですかね、えーまあこの2つが内部取引で、まあ他にも当然たくさんあります、他にも、ね、内部取引で、えー、中で相殺しなければいけないということはたくさんあるんですけれども、まあ、一応シンプルに2つ、ねえー、確認をしていきました。ねまあ、中のものは消していきましょうという発想ですね。でえー、ここからは、はいまあ、調整としてはもう1個です、ね、先ほど見た個別の、ねえー、科目で 個別キャッシュロー計算書は、ね、調整されているんだけれども、えー、まあそれを合算し、連結にふさわしい、ね、科目に修正していきましょうという調整が、まあ、次の6ページから出てきますので、見ていきましょう。はい、まあキャッシュロー計算書の典型的な、ね、出題として、えー、配当があります。子会社がまあ配当する、まあ、株主に配当するという調整で まあこれね、内部の資金取引を総裁するという調整もあるんですけれども、科目を変更していきましょうという調整もあり、一応、調整の種類としては、1、2ですね、共に調整、えー、種類としては関わってきます。一応ね、さっきと色を合わせるんで、チェックだけでできますね、えー。連結会社間で発生した内部取引を総裁消去するという調整と、あとはです、ね、個別の科目を連結の科目に修正するということで。 まあこの辺りはね連結の復習にもなるかもしれません。普通の連結 PL とか連結 BS をですね作っていくという復習にもちょっとなるかもしれませんがえ一応、板書でまあどういう取引なのかということをですね見ていきましょうか。でせっかく説明があるのでも説明の数値を全に使ってしまいますね。はいえー、P が S の80%を占めていると。 P が S の80%を占めるということは、まあ、裏を返せば20%の持ち分は非株が持っているんですね、はい。非株が持っていると。一応、ね、節例さんの数値を前提にします、割合も含めて。はい、でこの状況下で、えー、子会社 S 社が上記の配当をすると、配当しますよと、えー、その配当額が節例さんの1から、まあ、2万5000なんですね。2万5000配当しますよ。 2万千配当しますよでその2万5,000の配当のうち親会社 P 社に対する配当が、まあ、要は2万ですよね80%で、まあ、一応非株への配当が2割ですから、えー、5,000と、はいまあ、この2万5,000の配当を8割分と2割分に 分けるわけなんですよね。はい、で、えーまあ、P と S は、まあ、一応、ね、一応じゃないんですけども、まあ、グループなんで、まあ、ここ囲っちゃいますね。P と S はグループですよと。P と S はグループですよと。はい となったときに PS 間の2万のやり取りっていうのはこれグループの内部で行われたやり取りなので、まあ、これ消そうぜっていう調整なんですねはい、えー、まあこれ相殺しようと、まあ、調整レジュメン出れば、まあ、ローマ数字1番の調整になりますね消しましょうっていう調整 S, S が配当したよという2番部分と P が配当もらいましたよという2番部分を消していきましょう、はい。で、まあ、これを消していくんですが、まあ、同じように、ね、非株への配当についても連結キャッシュロー計算書を作成する上でちょっとアプローチをかけていく必要があります。はい、でここは、ね、括弧の2番の、まあ、科目を、ね、ちょっと置き換えていきましょう。 変更していきましょうという調整で S の非株への配当5000というのはこれね個別上ちょっと書いていきますかね個別上はこれ配当金の支払額という科目で調整されているんですね、個別上は。配当金の支払額、まあそのままですよね、配当金の支払額、個別上は、個別キャッシュフロー計算書上はね。 配当金の支払い額、はい、ただ、連結上は、まあ、これその実態にあったとっいうよりも、まあ、ちょっと、ね、かっこつけるために科目を変えているというだけなんですが、えー、非支配株主への配当金の支払い額という科目に連結上これ修正されちゃうんですね。配当金の支払い額 っていう科目からまあ被株に対する配当をちょっとねカッコつけて別枠で独立して、えー、表します。これが非株への配当金の支払額と。ちょっとね略しますね非株への配当金の支払額と。はい。まあこの科目の振り替えこれがまあ二番の調整ということですかね。 まあ、あまり、ね、実態といってもさっき見たく、ねえー、個別では有価証券の取得だけれども連結だと返、ね、れ召喚だよみたいなそんな感じではないんですけどね一応非支配株主へのという枕言葉をつけて一応科目を変えていくんですね、ここは、はいなので。配当が行われた一部は内部取引だから消していきましょう。 えー、もう一部は、まあ、ちょっと科目変えていきましょうという調整になります。はいえーまあ、特にこの調整として、まあ、一つポイントになってくるのは、えーまあ、上の、ね、処理2というところですかね、えー、子会社の非支配株主に対する配当を非支配株主への配当金の支払額という科目に、えーまあ、振り替えていくんだよという、まあ、ここが、ねえー、ちょっとポイントになってきます。 はい。なので、まあ実際の修正プロセスとしてどう考えていくかっていうのは、もう今設例ベースの数字で板書で説明していますので、そのまま設例さんのね修正に突入していきます。まずね。もう結論からすると子会社が行った。この配当金の支払額っていうのは？8割部分が。 内部取引だから消ししていきましょう2割部分が非株への配当だから消していきましょう、科目振り返っていきましょうという、まあ、理由は違えど2万5000円の全額がこれは連結キャッシュフロー計算書からは排斥されるので2万5000円は,い、25, はもうこれ見た瞬間に要は子会社の個別上の配当金の支払額は連結キャッシュフロー計算書にはこれ一切載ら,、ね、らないんです。ね一切ららないですすだから裏を返すと 連結キャッシュフロー計算書における配当金の支払い額って親のものがそのまま乗るんですよ。これをせばいいだけなんですね。これ移せばいいだけ。まあ、これが出たとすればサービス問題ですね。まあ、担当だとなかなか出るってことはないかもしれませんが、まあ、論文だと、ね、キャッシュフロー計算書を埋めなさいという問題が出たときにはここはまあ配点が振られていればサービス問題になります。まあ、最高ですね配当金の支払い額 これは4番の留意点にも入ってていいます、ね、書いてありますす書あり子会社で個別上計上されている配当金の支払額は全額消去されるため連結キャッシュフロー計算書における配当金の支払い額が、えー、は親会社が個別上計上した配当金の支払額の金額になると。はい、これはいかなる場合もそうなるので、はいまあ、特に論文なんかでは配当金の支払額はまあラッキー問題ですね。 はいまああのー、実際、キャッシュロー計算書ではないんですけれども、えー、令和2年の論文基本試験では、えー、SS の配当金の支払い額の金額が聞かれていたんですね、論文で。で SS の配当金の支払い額って、まあ、今度 SS ですね配当金の支払い額ごめんな,さい SS なんで上記の配当か上記の配当の金額 SS の上記の配当は親会社が行った配当ですからそれを移していけば点数がた、まあ、多分入って1点だと思うんですけども、えー、もらえたんですが、ね、結局その1点の積み重ねで。 えーまあ、偏差値が、ね、動いてきますから移、まあ、すだけのラッキー問題もあの論文であれば十分に考えられますと。まあ、なんとこれを移して発展ということはなかなかちょっと考えづらいかもしれません。はい、であとはですね、えー、下いきましょうこの非支配株主への配当金の払い額こここですね、えー、これは、まあ、このさっき番書した5000部分この5000部分の金額が科目を変えて。まあ 区分としては同じですね。財務活動によるキャッシュフローに記載されます。ちょっとこれはね、今日科目の振り替え調整は青でマーク入れていきますね。非支配株主の,の配当金の支払い額。独立調整。まあこれもね難しくはないんですね。まあこの処理知っていればですね、絶対に解けるはずなんです。であとまあ試験上まあこれも論文の方が可能性高いかもしれませんが。 この非支配株主の配当金の社内学っていうのはだたいねこうブランクになってる可能性が高いですかね問題としてまあこれ書いちゃったら分かるからみんなさすがにねまあ特に論文生なんかだとね一応まあ人トりやってる人が多いのでまあ書,いてあるから書いてあれば分かるんでまあここをね空欄にして えまあそもそも知っているんですかというところから聞く、思い出せるんですかというところから聞いているケースも多いので、一応、イメージとしてはブランクの空欄のねキャッシュロー計算書を想定するといいかと思います、ここは復習の時の意識としてはねは。で、あとは配慮期の受け取りの方ですね。 親会社 PC の配当金の受け取りのうち2万が総殺消去されるので、まあ、この P の、ね、配当金の受け取り額の4万のうちの2万は子会社からの配当金の受け取り額なんで、まあ、これ消していこうということですよ、ね、からまあここからマイナス2万してあげて配当金の受け取り額に関しては5万ということですね。5万はいまあ、ここはもう内部取引だから消していきましょうという調整です。 なんでまあやるべきことっていうのはすべてね、今日の説明はこの修正プロセスのところに書いてあるんで、まあ、この3つやればいいわけですよね。はい。この3つをやっていけば OK と。まあ、特にそのね、連結化しろ計算書をね、問題解くときにどうやったらいいのかわからないっていう方は、とにかくこの修正プロセスを見て、この修正プロセスに書いてあることを修正すればいいというだけです。はい。ここを修正していけば OK。 ね、えー、まあ、これが科目振替りりの中でもまあ、比較的シンプルというかね、分かりやすいところかと思いますはい、えー。それでは、えー、続いていきましょう続いてはあ社債取引になります発行後取得ですね まあこれが、ね、さっきからずっと口頭で1、えー、つ例として出している科目の振り替をするときですよという話で、まあ、そもそも、ね、社債取引そんなに出ないんですけが、まあ、科目を振り返るるという、ねえー、例を勉強するには最適な取引になりますので、はい、ちょっと社債の、ね、発行後取得というところを見ていきます。 で社債って、ね、発行時取得と発行後取得と2種類あって発行時取得はあの、ま、基本的には親会社が発行した社債をダイレクトに子会社が取得するみたいな取引で内部取引だから全部消していきましょうという種類の修正なのであのこのレジュメに載せせておりません一応テキストにあるんであので、まね、気になる方はというか、ま、復習の時には見ていただきたいんですが、ま、今日は時間の都合上も発行時取得は完全にレジュメから削っており、えー、ここは発行後取得です。発行後取得ですね、はい でも調整としては、もうこれほどまでいきますね。科目の振り返替調整をしていきます。で具体的な修正はもうね、この後ちょっと口頭じゃなくて、ごめんなさい。板書を使いながら説明していきますが、先にマークだけ入れちゃいます、ね。はい。でここも状況整理をね、しつつ進めていきたいと思います。で説明四のね、数値を使いながら、ちょっとね、板書を、ね。していきますね。はい。 P と S がいて、ね、P と S がいてちょっとさっきは四角だったんですけど、今度は丸ですみまるであまり深い意味はないです、ここは、ねはい。P と S がいて、でまあ、これ親子会社だと思ってください。親子会社。P がまあ親で、S が子会社。まあ、その割合とかこの問題書いてないですね。あんま関係ないんで書いてないというだけであって、P が親で、S が子で。で P が以前発行した社債ですね、まあ、ちょっと先にグループ書いてます、すみません、もう連結グループなんで、ここは、ね、親子会社で、まあ、グループからすればもう家族の中だと、はい。で、この P が以前発行した社債があるんですね、こうまあ、市場にね。 社債を発行して、まあ、ちょっと誰かが持っているわけですね、その社債って。まあ、もう証券市場でいいですけどね、誰かが持っている社債があって、まあ、これは昔の話で。で、この誰かさんが持っている社債、まあ、市場にね、流れている社債を、まあ、今回です、ね、S がこう取得しているんですね、S が取得。で、その時に、S は、ちょっと社債とかですかね。 P の社債をまあ取得しているんですけども、P 社債、P 社債を取得しているんですが、S はその時はいお金を払っておりまして、これがです、ね、問題だと資料2の最後に1万4580で払っていると。 1万4580で払っている取得しているので、まあ、それを払っているということですよね。はい、ですので、えー、ここに14580 14, で、まあ、支出しているわけですよ。で、えーまあ、この発行後取得という取引はあの S と S とと まあ市場との取引になりますので、まあ、特に P はキャッシュに関して何も関与していないんですね。P に関関ししては何も関与していないと、ねまあ、勝って自分の子会社がやっている取引っというわけなんですよ。でそこで S のじゃあ個別上どう、ね、処理しているかというとこれさっき口頭でお話した通り S の個別上はこの1万4580は個別上はこれ投資家証券の取得による支出なんですね。個別上は 投資有価証券の取得による支出と投資有価証券の取得による支出とはい。まああの個別で考えていけばね市場に流れている P 社社債を買ってきましたというだけですよね <laughs> P 社社債を買ってきましたよと でも連結は P と S をです、ねまあ、同一視して一、まあ、つ屋根の,屋根の下家族に入れていかなければいけないので、ねはい、連結の場合は一つ屋根の下ということで P と S を同一視すると結局自分が発行した社債を自分で取り返しているわけですよでまだ満期がやってくる前ですよね自分が発行した社債を満期日前に自分で取り返すということはグループの観点から見ると、えー、これ社債の返り召喚 って言えるんですしたがって連結実態で見ていくと、はい、これ、社債の償還による支出になります。社債の償還による支出と。社債の償還による支出。だまあ調整としてはやっぱりローマ数字2番のね。 科目の振り返し要請で、まあ、さっきの配当よりも、ね、こちらの方がこう科目が変わった感が出てくるようなあのそういう取引例になります。んまあ、この取引なんかはあんま出ないとは言いましたが担当でどちらかというと出てもおかしくないかなと思います。というのも これ実は有価証券の取得による支出と社債の償還による支出ってそのキャッシュロー計算書の区分変わるんですよ有価証券の取得による支出ってこれ投資活動なんだけれども連結ではそれが社債の償還による支出つまり財務活動になるんでこうやって区分をまたがるものは担当を出しやす,い,ですねはいまあね細かい論点であることには変わりないですけど。 出出しやすさでは出しややすすす。さででい選択肢いろいろ作れるんで区分変わった方が区分同じだと、ね、結局投資活動の金額を求めなさいって言っても仮に同じ区分だったら金額変わらないってなってしまうんでそうすると選択肢の幅が、ね、広がらないんで、えーまあ、この問題を見たくね区分が変わったものの方が問題は出しやすいかなというところですはいなのでまあちょっと見ていきましょうか S, S が有価証券の取得としてまあ8万ね支出していますがまあそのうち1万4580は親会社 P 社の社債を取得したことに関する支出なのでまあ結局それを科目振り返っていきましょうということですよね。で社債は実際償還全くね個別上 P、MS、もされていないんだけれどもまあ連結上はまあイメージとしてねこの8万のうち14580がここに入るイメージですねはね。 こっちからね、マイナス1枚から抜け出て、まあ、こっちに入るようなイメージを持つといいでしょう。はい、でまあ調整としては、まあ、特にこうですね、社債の償還による支出が一、ね、つ入ってくるということですね。 で有価証券の取得支出がまあ消えていくと、まあ、修正プロセスもうやる内容は、ね、やる処理というのはもう今日はは、ね、このレジュメは修正プロセスを見てください、まあ、復習の時にも何やるかわからないと言ったらもうこの修正プロセスに全部文字で落としてありますので,、はい、でこれも、ね、さっきのまま配当に関する説明と同じなんですけれどもやっぱり社債の償還による支出という科目が 仮に論文なんかの答案用紙に与えられるとこれ思い出して、えーまあ、みんな分かってしまうので、まあ、ここを、ね、ブランクっていうのが、まあ、論文だったら典型的な、ね、出題パターンとしては考えられます。社債のののによる資質はい、であとはです、ね、実際の問題は多分この 処理に加えてクーポン利息が出てくる可能性がありますので、まあ、クーポン利息が出てきたらまあクーポン利息についてはまあそのやり取りを、ね、総裁消去したり、えー、まあ今回はまあ利払い日後に取得している9月30日の利払い日後に取得しているので半年分の利息のやり取りが多分親子会社間で行われるんですねもし、この取引にクーポン利息があればクーポンがあればね。 なんで半年分の利息のやり取りだけはグループ内部取引で消していきましょうということになると思います、はいまあ、もし機種に取得したんだったらもう1年分の利息のやり取りは全部消していくし期末だったら逆に消していかないんです期末だったらね、はいまあ、実際、クーポンがあるので、えー、まあクーポンも、ね、含めて考えていかなければいけないんだと思ってください、はいえー、まあこれが、ね、実態に、ね、合わせた科目に変更するというものの典型例で そしてもう一ついいいきたいと思います、はいえー、8ページ目、子会社の増資ですね。でここはですね総裁プラス、えー、科目変更で、えー、イメージは先ほどの配当の時と同じですね。はい、で見ていきます、まあ。調整は2種類ですね。えー、総裁消去をするという調整と。 はい、あとは、科目の振り替えをするという調整と2種類、これは2種類で、図についてはね、さっきの配当のものを使います、流れとしては、取引の流れは、この配当のところで書いてあるのずっと基本的に同じなんですね。 えーまあ、子会社が増資をするんで、増資した分、まあ、親 P と非株が引き受けてるっていう流れで、まあ、お金の流れはね、P から S に、非株から S にっていう流れで、まあ、お金の流れは逆になりますが、取引形態としてはこんなイメージなんですね。子会社、S 社が増資するんですね、子会社、S 社が増資するんで、まあ、P が引き受けたものに関しては、P から S に払い込みががある株株引き受けたものはから S に払い込みがある。 配当の逆ではありますが、お金の流れとしては。はい、ただ、P から S への配当、配当じゃなくて、払い込みと、非株から S への払い込みをどう処理するのかということで、これも配当のところと同じような発想です。まず、P から S に行われた配当は、これ、内部取引だから消していきましょうという調整になります。内部取引だから消していきましょうという調整、はい。ですので、まあ今日の、ね、この説明だと、 S, S 社は当期末に200株について1株400に,ついて,400にて自家発行増資を行いこのうち40を親が引き受けていると200株のうち40株を親が引き受けているとで1株400のものを40株引き受けているのでまあ金額としては1万6000子会社株式を取得しています、親は。はいこ,こですね個別上 P が子会社株式の取得による支出1万6000のマイナスってありますが、はい、これまさに今回の増資で引き受けたものですね。今回のの増資で引き受けたもほ、まあ、他にもあるかもしれません実際はあるかもしれませんがこの説明は、まあ、この S 社の増資に対して応じて払った1万6000部分で、まあ、要はこれが内部取引だから消されなければいけないということですね。ですか P から S に1万6000円払い込まれてるということですね。P から S に1万6000円払い込まれてるから、まあ、これ消していきましょうということで、まあ、これはでもね、相殺なんですよね。内部取引だから相殺していきましょうという調整になります。まあ、この説明からすれば、この1万6000円が消えるわけですね。マイナス1万6000円が内部取引で発生したものだから消えますよと。はい、で、まあ、ここは相殺していきますということなんですが。 非株からの払い込みに関しては、これ、科目変えていきましょうということで、これ、配当の時と同じなんですね、もう、ちょっとね、もう時間の兼ね合いで、もう書きませんけれども、配当の時と同じで、個別上は、これはですね、株式の発行による収入っていう科目で、S は非株からの配当も、親会社からの、あ、比株からの払い込みも、親会社からの払い込みも、 表していたんですねこれ8万で200株かける400ですからね200株かける400で8万200株かける400で8万を株式発行による収入で示していたとでそのうち1万6千は相殺されるわけですよね1万6千は親対する親からの払い込みで相殺されるわけですけれども6万4千は非株からの配当で、えー、非株からからの配当に関しては これはもう非支配株主からの払い込みによる収入という科目に変えます。さっきの配当と同じですよね、配当も非支配株主への配当の支払額という科目に変えたのと同じで、えー、増資によって非株から払い込まれた分に関しては、非株からの払い込みによる収入というふうに科目を変えていきます。はいしたがって、これですねこの非支配株主からの払い込みによる収入 64,、6万4千円。 非株からは160株分で払い込みがあるので、その4 0四百0け× 1 6 0株で6万4000円払い込まれて、科目を変えていきます。はい、で、ここに関して、子会社 S 社が個別上計上していた株式の発行による収入は、あのこれは完全に消えます。 配当と同じで親の部分は内部取引だから消していきましょう非株の部分は連結の実態に遭うようなそぐうような科目に変えていきましょうということでここは完全に消えていきます。ということは連結キャッシュフロー計算書上の株式の発行による収入は、まあ、親のものがそのままキャッシュフロー計算書に計上されます。ここ配当のところとろ同じなんですよね株式発行による収入は まあ理由は違えど親会社から受け取ったお金も非株から受け取ったお金も、えー、いずれにしても子会社が行った増資部分に関してはカットされるので,、ね、カットされるんで連結キャッシュロー計算書の株式の発行による収入は親会社 P 社のものがそのまま計上されます。はい あとはそうです、ね、ブランクになっている可能性、ここもありますね、もう同じなんですが、ね、やっぱりこういう特殊な科目が出てくる場合は、ブランクになる、クーラーになるっていう可能性が高いと思ってください、特殊な科目が出てくる場合には。はい、であとはちょっと修正プロセスだけ、ちょっとマーク入れていきますかね。今日やることは、子会社株式の取得による支出、内部取引だから、 1>, 1万6000円消していきましょうということとあとは S 社の、ね、株式の発行による収入は親分も非株分も全部消していきましょうということとあとは新しく、ね、科目を振り返る非支配株主から払い込まれた部分に関しては非支配株主からの払い込みによる収入、ね、これを計上していきましょうということですね。はいまあ、今見ててきたあ配当そして 社債そして、えー、この増資まあこの3つは、ね、本当に典型的な科目の振り替えが出てくる処理、まあ、にはなりますので、まあ、ぜひ、ね、ちょっとこの3つというものを一、まあ、つ、ね、足がかりとしてあのまた、他にも、ね、テキストと説明は多少ありますけれども、まあ、これをベースに、ね、考えていけば他の部分もできるかなと思います。はい でちょっと次の、ね、2ついきたいと思いますね。まだちょっとですね、あの子会社株式の取得売却に関する投資活動、財務活動になりますけれども、はい、9ページ目ですね、まあ、ここなんかは計算、理論ともに、ね、出る可能性が全然あるところで、子会社株式の売却、または取得による、えー、キャッシュに関して、ね、ちょっと見ていきたいと思います。はいで、えー まあ、小社株式の取得売却に関しては連結範囲の変更を伴うものと、えー、伴わないものと2種類ありました。えー、この9ページの、ね、上に関しては連結範囲の変更を伴うもので,で10ページの方は連結範囲の変更を伴わないものと、えー、2種類、まあ。私の講義なんかだと支配継続バージョンとかって、ね、言っているものになりますけれども、えーまあ、一応2種類ありますよとで、えー。そこでまずは連結範囲の変更を伴うバージョンの 子会社株式の取得にによよるるや売却による収入を見ていきま,す、はい、またこれはこれでねあの、担当論文、これ単体でも、ね、問題が聞けるぐらいなです、ねえー、論点で、えー、連結範囲の変更を伴うバージョン、ちょっとタイトルも、これね、範囲の変更を伴うか、伴わないかで処理が違ってくるんで、はい、ちょっとね、置いていきたいと思いますが。 この連結範囲の変更を伴う子会社株式の。えー、まあ、今回取得してるんで取得による支出っていうものをベースにしていきます。まあ、売却収入も同じように考えてください。連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得ってことは？まあ、持ち分法から連結の移行もそうなんですけどもまあ、この説明はそもそも株式持っていなかったような前提にはなっています。 ちょっと詳細わからないですけど、登期末に S 社の発行済み株式の60%を10万で取得している、で60%取得しているということは、まあ、この取得で初めて子会社化しているということを考えてください。はいで、この前ですね、科目の振り替え、出てきます。科目の振り替え、出てきます。はい科目の振り替えが出てきて、ですか。 個別では子会社株式の取得による支出という科目だったんですが連結に関してはこれですね、処理の2番のところま入れていきますね。連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出に、まあ、科目を振り返っていきでかつ、ですね、これ投資活動、まあ、ここは、ね、区分変わらないです。 えー、区分変わらないというのは個別の子会社株式の取得による支出と連結になったところで連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出に、えーまあ、名前変わるんですけれども表示区分は変わらないです同じ投資活動によるキャッシュフローなんですただからこの間でやっていく連結範囲の変更を伴わない、まあ、支配継続バージョンの追加取得や一部売却に関してはあのー、これ個別と連結で活動区分変わるんですね表示区分変わりますからねはい えー、範囲の変更を伴う場合は変わらないんですね範囲の変変更を伴う場合は変わりません、はいえー、それでは見ていきましょうかもうこれです、ね、10万で子会社の株式を取得して子1社の株式を10万で取得して子会社化してるんでまず科目からいきたいと思いますが科目に関してはこれですね えー、子会社株式の取得による支出というものがもともと個別上10万計上されていたんですけれどもこれをなくすわけですよで。これがもうないんですね、なくなります。これなくなくります、はいまあ、いずれにしても、ね、連結範囲の変更を伴うか伴わないかによって、えーまあ、区分が分かれるわけですが今回、連結範囲の変更を伴う場合は、はい、この10万が。 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出に名前が変わりますね。連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出に名前が変わります。はい。で,すかで、ただ、あの、十万じゃないんですね。これマイナス十万ではないですよね。で,すかで、これ七万八千になっているわけですけれども。 これ何でかっていうとこれもともと S 社の中に現金が2万2千円あったんですね S 社の中に現金が2万2千円あったので取引としては10万払って2万2千円入った S 社もらってきてるわけですよ10万払って2万2千円持ってる小林 S 社が自分の家の中に入ってきたっていうことはまあその家ねグループ連結ベースで見れば マイナス十万と思いきや二万二千持っている人が家の中に入ってきたんで、まあその家のねキャッシュっていう括りで見ればマイナス十万プラス二万二千で純額七万八千なんですよね。マイナス十万プラス二万二千で金額はその純額ベースで表示をしていきます。はいですね。なんでこのマイナス七万八千っていうのはマイナス十万プラス二万二千ですか。 10万払って取得したんだけれどもやってきた会社の中に2万2千お金が入っていたんでグループ全体で見たときに結局7万8千しかグループの中からお金が出ていっていないっていうふうに考えていきますはいなんでここは区分もさることながら金額もね注意をしてください金額も注意をしてくださいマイナス10万でしてしまうとまあアウトですね はい。で子会社株式の取得による支出は全部カットするんで、まあちょっとしつこいようですが、修正プロセスはね。ええバットチェックを入れていきます、ね。子会社株式の取得による支出全部カットしていき。でその代わりに連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得として処理計上をしますが、金額として。 2万2000円持っている子会社が家の中に入ってきたので、まあ、家ベースで見ていくと、えー、キャッシュアウトというのは7万8000円になりますよと、はい、であとは、ね、2万2000円持っている子会社がグループの中に入ってきたということで期末の現金および現金同等物2万2000円は,、えー、はグループの現金および現金同等物としてカウントしていきますので現金および現金同等物を集計するときもです、ねえー、ここから まあこの段階からですよ、ね、S 社のものを入れてあげます、まあ、期末のものはね。もし期末にこのように子会社化した場合って、期中のフローの部分は合算しちゃだめですからね、フロー部分は。ここだけですからね、合算できるの。だからね、他にも、ね、営業活動や投資活動や財務活動っていっぱいあると思いますけども、ね、期末に子会社化した場合は、フローのものはまだ期中は子会社化されていない。 いいいない状況でで期中1年間経過してるんで、はい、だからこの、ね、現金及び現金等物の期末なんだ、これストック数値なのでこれは合、ね、算しますが、フローのものは合算しちゃだめですよということです。はいまあ、これなんかは担当の理論で、ね、出てもまあここはおかしくないですから、あのまあ、まず区分ですね、まあ、ここは変わらないですけれども、区分と金額、ね、このあたりは注意をしてくださいはい。 でページめくって今度は支配継続バージョンですね連結範囲の変更を伴わないバージョンの、えーまあ、追加取得一部売却があります、はいえーまあ、タイトルにもあるとおり連結範囲の変更を伴わない変更に、えー、売却取得になりますで、えーまあ、ここですねやはり修正としては 個別上の科目を連結上の科目に合わせていくわけですけれども60%をね株式を持っていてで10%追加取得して70%になりましたまあこういったものが連結範囲の変更を伴わないまあ今、取得のねえ取引ですがはいえまあその取得による支出というのは 子会社株式の取得による支出が連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出に科目が振り替わるんですが、えーまあ、この連結範囲の変更を伴う場合以上に注意しなければいけないのはこの連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出は財務活動によるキャッシュローに区分していきます。財務活動つまり投資じゃないんですよよねですか個別上はこのの子会社株式の取得による資質にる 表示されてるんですね個別上は、はこれ投資なんですよねこれ投資活動なんですよこれ投投資資個別上投資活動に子会社株式の取得による支出として計上されているものを連結では連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出として財務活動に区分するので、はい、これ、謝罪のところでもありましたが個別と連結で表示区分が変わります。 となるとやっぱり、ね、出材のターゲットとして取り扱われやすいですね、表示区分が変わるということは。子会社株式の取得による支出、これが連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出に変わります。投資活動が財務活動になるということなので、まあ明日見ていきましょうか、もうこの設明は非常にシンプルです。 当期末に子会社である S 社の発行済み株式の20%を8万で追加取得したと8万で追加取得しましたよとまあもと子会社だったね株式会社の株式を追加取得しているんですねもともと子会社だった会社の株式を追加取得しています。 まあ連結子会社であるって書いてありますからね、連結子会社である S 社の株式の20%を追加取まあこく、支配継続バージョン、連結範囲の変更を伴わない追加取得で、えー、個別では P は子会社株式の取得による支出ということで、はい、この投資活動によるキャッシュローにえー区分しているわけですけれども、連結だと、まあ、これね、科目非常に長いんですが、連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出と。で、財務ですからね、財務。 これ投資から財務に変わるっていうここがまあ一つミソになってきます、まあ、ここなんか担当で出しやすいですかね、まあ、私なんかも担当の問題を作る時は連結範囲の変う伴うものよりは伴わないもので問題を作る傾向があるといったらあれですけどもね はい、やっぱり区分が変わるので,、ね、でこの辺りは、まあ、担当者、ね、っも注意をしてもらえればと思いまもともと子会社になっている会社ですから範囲の変更を伴う場合と違ってその現金持った誰かさんがやってくるみたいなそういう感覚はないわけですよだから現金曜日、現金同等物する話とかあその金額の中から、ねえー、2万2000円をさっき引いていったとかそういう話は、ね、出てこないですねもともと子会社化されているので。 連結範囲の変更を伴う場合は新しく子会社化するんで、まあ、要は家族として招き入れるときにいくらあんた持ってるんだいっていう発想で自分が払った金額と純額で考えていくんだけれども、ねえー、この試合継続バージョンは連結範囲の変更を伴うもともと子会社化されてるのでもともとグループの中に入ってるからね、えー、なのでこれに関して別にお金の、ね、やり取りっていうものは。 ないんですいのやりっりって大変ですけどももともといくら持っていた人が新しくグループに入ってくるとか、ね、いくら持っていた人が新しくグループから出て,出ていくとかそういうのがないので現金及び現金同等物に関する調整は不要です、はいでまあ、10ページの下に留意点とありますが、まあ、別に留意点ではなくまとめの表ですね、えー、これすごい大事な表ですから、まあ、ちょっとぐるっとこうやっていきますか連結範囲の変更を伴う取得売却と連結範囲の変更を伴わない、えー、取得売却に関する キャッシュフロー計算書上の、えー、表示区分の取り扱いですね。えー まあこれは連結会計の理論のところでもね見ていると思いますが連結範囲の変更を伴う取引に関しては損益取引え連結範囲の変更を伴わない取引に関してはもともと資本取引でまあこれ別にキャッシュロー計算書上の考え方というよりはあの通常の追加取得や一部売却の時と同じ発想ですね通常の追加取得や一部売却もまあ支配継続しているような追加取得、一部売却であれば資本取引ですしえまあ支配が喪失しているようなものであれば損益取引になるので。 まあキャッシュロー計算書に関してもそれをまあ踏襲した考え方を当然用いております。で連結範囲の変更を伴う場合はまあ投資活動、まあ、こっちが通常ですかね、どっちかというとで連結範囲の変更を伴わない場合だけまあ資本取引と考えており、まあ、イメージ資金調達の一環というふうに考えるので財務活動によるキャッシュローになります。まあ、自己株式の取得や処分と同じような発想という,ふうに考えていくといいでしょう。はい、であと、ね、どちらも営業活動に関してはこれは あ営業活動じゃななくてごめんなさい首都関連費用に関しては、えー、どちらも営業活動になります、費用ですね、はいえーまあ、今日の、ね、説明は、まあ、苦手論点、克服という観点から、えー、付随費用なんかは省いて、ね、説明を作っているんですが、えーまあ、テキストの説明なんか付随費用込みのものもあるのでまた復習の時に、ね、ちょっに付随費用が入るとどうなるのかということはあの見ていただければなと思います。はい この連結範囲の変更を伴うものを伴わない場合の追加取得、一部売却に関してはやっぱすすごい大事ですねこれ単体でもいろいろと聞けますし担当であれば総合問題の中で1個そういったキャッシュロー計算書の数値が通られた時に連結会計で追加取得、一部売却があればそれをそのままキャッシュローの回答数値に使う。 ような、ね、問題がで、でもおかしくないかなと思います。と、はい、いうことで、まあ、ちょっとね、駆け足にはなっているんですが、えー、キャッシュロー計算書の小形欄より下に関する、ね、調整は以上になります。はいまあ、あとは、ね、テキストなんかにもう少しプラスアルファで説明があると思いますので、またあのこの説明で慣れてね、ね マテキストなんかを見てもらえればいいと思います。はい、それではですね、また戻っていきます。残り15分なんですが、えー、小計欄より上について特に関節をに関してね、ちょっとコメントを入れていきたいと思います。2ページに戻ってください。はい、2ページ関節を。であの直接語に関してはね、基本的に小計欄より上も今と同じような要領で。 修正をしていきますから商品を売って親会社が子会社からお金をもらいましたっ,ったら、まあ、営業収入を消すわけですし商品を仕入れてきて、まあ、ダウンストリームなんかで仕入れてきてっていうんであれば子会社は親会社から親会社に対して払った商品の仕入れ支出を消していくっていう発想で、まあ、直接はもう今見てきた小券売りの下と基本的に同じ発想ですからでやはりですね皆さんが苦戦されるのはこの間接法なんですよね。 で連結キャッシュフロー計算書の間接法、小計欄より上の調整というのはどういう種類の調整があるのかということで3つの種類に分けられます。3つの種類これは個別キャッシュフロー計算書を作るときの3つの種類の調整とはまた違った調整で何やってるのかなということなんですね。で じゃあまずね、えーまあ、一番難しいところは3番、こうなんですね税金等調整前等基準利益の調整ということで、えー、こ連結キャッシュフロー計算書というのは出発が税金等調整前等基準利益、まあ、つまり連結の利益なんですよね、連結の利益。個別財務諸表だと、まあ、個別の利益である税引き前等基準利益なんですけれども、えー、連結キャッシュフロー計算書は、まあ、連結の 利益であるまあ、つまりグループの利益である税金等調整前等基準利益これが出発点になりますので,ですか原則を考えた時に親会社と子会社のキャッシュロー計算書を合算しますで親会社と子会社の個別キャッシュロー計算書の出発地点って親会社子会社のそれぞれの等基準利益なんですよねでそれを合算するだけだと連結の利益になってないわけですよでそれを連結の利益にしていきましょうっていう調整がこの税金等調整前等基準利益の調整なんですねもうこれ1行だけの話で。 要はこれ連結ピリールの利益求めろっていう話なんですよ。要は親会社株主に帰属する当記純利益とあと非支配株主に帰属する当記純利益をねえー、まあ、求めなさいって言ってるみたいなものでで、これはっきり言って難しいんですよね。 皆さんが連結 PL を作るときに親会社株主に帰属する期準利益や非支配株主に帰属する期機利力を求めるときにねまあ苦戦されているようにまあちょっとね苦戦していないっていう人がいれば申し訳ないですけどまあやっぱりミス多いですからどうしてもねまあこれ基本的に難しいんですでこんなのね担当でも論文でも出てきたら基本的に問いちゃだめですよはいだからまあこのねえまあ金額は俺適当なんですけどもねもうこれはもう基本的にやらないということです試験場は,ねはいもうやらなくてもいいです あのこんなのに時間費やして入れるんだったら他の問題見直したりした方が絶対に得点は伸びますからそれ時間余って担当でも論文でも時間余ってもしょうがないとあと寝るぐらいしかないぐらいな感覚になったらやればいいですよそれはでもそんな人って多分いないんですよほとんどはいだから試験場はもうやる必要はないかなと思いますここははい、まあ、よほどなんかねグループ化で取引がなくて簡単すぎるぐらいな問題であれば手をつけてもいいと思いますがでもそういうすごい簡単な問題だったら多分キャッシュロス決済を作るってことにならないんですよ 前回の担当の総合問題ってすごい簡単でした。あれって親子会社からの取引がほとんどないから簡単だったんですが、でもキャッシュロケ算書を作るっていう問題って、基本的に親子会社からの取引がないと問題作れないんですよね。それを考えると、ここがすごい簡単ってことはまずないんですね。通常の連結 PL とか連結 BS 以上に。だからまあやっちゃだめっていうことなんですよ、はい。もう本当に他の見直しをしていて、他の見直しも終わって、まあ、かつ時間もあるんだったら手をつけてもいいかもしれませんが、まあ、なかなかそういう人はいないと思いますね。 はい、これが3番の調整税金等調整まで等基準利益を調整するという調整で次ちょっと順序逆転しますが1番連結ピールの金額に修正するですかはいで、えー、これね調整としてはこの真ん中なんですよ与えられている個別キャッシュローを計算した金額は個別ピールの金額が計上されているためこれを連結ピールの金額に修正するっていう1番の修正で、まあ、例えば 上から三行目に、のれん消却額ありますよね。これって連結ピールののれん消却額を移せばいいだけですよ。まあラッキー問題。この辺りは解いていいかなと思います。ってい解くべきですね。えー、まあ、あとは持ち分法による投資利益とか。これ金額は適当ですからね、一万八百。これも個別にはないものですから。普通に連結ピールの持ち分法による投資利益を求めてくださいっていう問題と同じですね。 だからこういう問題が出たらこれはキャッシュロー計算書を作っているんじゃなくて PL を作る問題になりますからそれは解きにいきましょうとだから、この1番の調整はいけると思うんです連結 PL を作るノリで、まあ、原価償却費も連結 PL の原価償却費ですから、ね、繰り返しになりますが原則法で作ったキャッシュロー計算書はまず個別の合算ですから 個別の合算から連結ピールの値に修正をしていくというプロセスが、このちょっとね大きな丸で書いてあるローマ数字括弧の一番の修正です。でまあ、やるんであればここです、小計欄をる上で点数を取るんであればここです。ただ、担当だと多分ね、さすがにここだけで点数が取れるとてことはあまりないと思うんですね。だからどちらかというと論文制向けの対策にはなってくるかもしれません。はい まあ担当だと聞かれるとしてもこう営業活動によるキャッシュフローの金額の合計とかが聞かれる可能性は高いと思うんですよ。その各個別の項目が聞かれるというのはあまりないと思うんですね、担当であれば。まあ、個別の項目がもし聞かれるんだったらそれは、ね、普通に解いて,ていいと思うんですよ。連結キャッシュフロー計算書の承継欄よりはの,のれん承継額の金額を求めなさい、ね、正しい金額を選びなさいというのはこれ、イコール連結ピールののれんの承継額を求めなさいというのと同じなんで。 うんまあ、それがキャッシュローに変わってもびっくりせずに普通に連結 PL の値を求めればいいんだけども、えー、ただまあ一応いまだ括弧そういった問題は見たことはないかなキャッシュロー計算書ののれん超巨額の金額を求めなさいとかはないんですけどまあ別に出てもおかしくないかなっていうところですね。なのでまあこのあと2番の調整もあるんですけど基本的に1のこの連結 PL の金額を崩してくるだけですよっていう部分だったら 基本的にはトライしていくというか点を取っていくようなイメージです。で、最後ね、2番、まあ、ここがね、ちょっと悩ましいところであるんですけども、えー、売上債権の増減とか、棚卸の増減とか、ね、はい、でこれ、まず個別の、ね、金額を合算するわけですけれども、繰り返しお伝えしている通り、個別キャッシュフロー計算書の売上債権の増減とか、棚卸の増減は、あくまでも個別 BS に基づいた増減、これを、まあ、合算しているだけなんですね。 でも連結キャッシュフロー計算書の売上債権の増減とか田中さんの増減は連結 BS の値に修正をした上で増減を取っていかなければいけません。でこれ、ねまあ、ちょっと面倒くさいにはやっぱり面倒くさいんですよね。 ここにまあパッとねイメージして未実現利益の消去なんかがあると棚卸しさに影響しますし親子会社間でね売上取引してるわけですから未実現利益の消去があるってことは親子会社間で売買してるわけなんでえそうすると売掛金買いかけ金が絡んでくるんでえそこも調整しなければいけないってことで結構ねめんどくさいでキャッシュロー計算書だとこのプラスとマイナスの調整の符号が結構みんなやっぱ混乱されるんですよねで間違える人多いんですよでそれを考えるとねここはは個人的には 無視していいと思うんですよ。まあ、担当でも論文でも、ここはね。うーんまあ、練習を積み重ねていってできるようになれば、それはこしたことはないですよ。特に論文なんかではね。はい、ただ、まあ、特に今日のタイトルでいくと苦手論点っていう、ねえー、部分になるので、もし苦手な方はもうやっちゃだめです、むしろ。やっちゃだめ。やったらもうね、あの間違えるリスクが高いし、あの時間かけてやって点数取れなかったとき、一番ショックですから。ね、ですか だからもう、ね、時間かけるんだったらやっぱ正解しなければいけない、ね。時間かけて担当だったら時間かけた割に選択肢がないと焦りますよね。これ論文だったら自分の答えが一応まあ答えだと思って書けば合ってる可能性あるなって思うんだけども、えー、担当の場合って答えの中に自分の答えがなければ、まあ、かつ焦るわけですよ。で次の問題いったら、あのー、また結局焦った気持ちを引きずって次の問題でできるはずなのにできなくなるみたいなね負のスパイラルになってしまうので、えー、まあ特に苦手な方は。 もう手をつけちゃダメかなと思いますねここは、まあ、逆にむしろ、ね、計算でちょっと、ね、リードしたいとかいう方は、まあ、トレーニングすればここは普通にできるようになると思うんでやってもいいと思うんですね。だからまあここは人によりきりですけれども、まあ、個人的にはあまり積極的に取りに行くところではないかなと思いますここは。でそんなにまあ項目数も多分多くないと思うので、うん、だからまあ本当にに、ね、余裕がある方やキャッシュロー計算書が得意な方 は攻めるけども、そうじゃない方はあまり気にしないでくださいということですね。はい、したがって、キャッシュロー計算書のですね、間接を承継欄よりは。まあ、ピーの金額を移すだけのところは、これはもうやっぱ落とせないです。ね、どっちかというと、論文性向けだと思いますが。ただ、他は、うん、まあ、あまり気にしないでくださいというところですね、ここなんかは。ね、はい。うん、っていうとですね。うん、ここから考えるとですね、担当で問われる可能性があるのな、やっぱりね、最終通知が問われる可能性があるので。 まあ営業活動によるキャッシュフローが問われたときは、これ担当生ですよ、担当は、まあ、そこはもうね、6択にかけて、他のところに時間を費やした方がいいと思います、営業活動が出た場合で。投資や財務は逆に言ったら取れる可能性があるんで、さっきやったみたいな形で。集計はそんな多くないと思うんで、投資や財務はね。んか投資や財務が出たときは、取っていくイメージで、営業は捨てでいいかなと思いますね。あんまりこのね、苦手論点国府講座で、捨てとかっていうと怒られちゃうかもしれませんけども。ねはい、ただ、試験対策上。まあ、特に 今この講義をご覧になられている方で、まあ、一番直近に試験を控えられている方は、今度の12月を、ね、本目標とされている方で、で12月を本目,標と本目標とされている方が、今、キャッシュロー計算書はあんまり得意じゃないとかね、勉強はあんまり手をつけてないっていうのであれば、もうなおさら、今の方針で営業活動は捨て、ねでまあ、税金等、調整まで独じゃないからとんでもないっていう感覚でいいと思います。ねまあ、どういう形式で出るか分かりませんが、営業活動で、かつ間接総称経済をだれたら、もうここだけですね。はい、あとはもう投資や財務で えーまあ、取れるところを取っていくと。はいまあ、もし、ねえー、試験でキャッシュロー計算書が出るとすれば連結が出るとすれば、まあ、今日やった何かは多分、ねえー、要素としては入ってくると思います。試験でもし出るとする,するのであれば。ねはい、なので、まあ、一応、ね、今日やったところを抑えていき、まあ、試験に臨んでもらえれば点数は 取れれるかもしれません、まあ、そこは、ね、ちょっと実際に何が出るのか分からないんですでまあやって、ね、体操を立てても、まあ今日やったところをこうやって出てしまったら点数が取れなくなるかもしれませんけれども、ねはい、ただ、現時点で12月目標の方が苦手だという意識をです、ね、持たれているのであればもう本当に今日やったぐらいの学習でとどめておいてで他の、ね、理論とか他の分野の復習をした方が多分12月の点数は伸びていくと思います。まあ、担当で出出るとしたら、まあ、多分総合問題で出ても まあ回答箇所2箇所所がいいいとところだと思います4点かける2箇所で8点で個別の問題だったらそもそも8点なので、まあ、多分連結結しろ計算書の担当での配点は8点だと思いますマックス、まあ、ひょっとしたら12っていう可能性もゼロではないです、まあ、過去ね3台分ぐらい出たことはあるんですけどただまあその8点をどう取るかまあ今日やった、ね、今1時間20分ぐらいの対策で定数が取れるようになればまあそれはもう十分ですから。 あとはもう他のところで点数を拾えればいいのかなと思います。で逆に論文に向けてって言うんであれば、まだこれから、ねえーまあ、次の、ね、8月の論文まで、えーまあ、ある程度時間があるので、もう少し、ね、手を広げて、まあ、税金等調整までの基受利は無視していいと思いますが、それぐらいのところはなるべく、ね、拾っていくようなスタンスで、まあ、ちょっとずつステップアップをして、えー、進めていけばいいのかなと思います。はい、そして まあ具体的なねえ関節法に関する計算の解き方なんかは、もうあの講義の中で扱っていかないので、レジュメの方をねあのこの後見てもらえればと思うんですけども、最後に勘弁法、勘弁法。これは勘弁法というだけあって簡単なんですで。テキストは20ページ、レジュメか、すみません、レジュメは20ページ、見てください。20ページで、勘弁法は、 個別キャッシュフロー計算書の作成方法に準じて連結キャッシュフロー計算書を作る方法で個別キャッシュが作成できれば簡便法の連結キャッシュは作成できますし逆に個別キャッシュが作成できないんだったら簡便法の連結キャッシュも作成できませんはいだから個別キャッシュありきなんですねなので簡便法の形式で問題が出たとすればこれは話は別で取れなければいけないということですはい 関連法でもね、象形欄より下はさっきやった話と全く同じなんで、要は象欄より上の話、で小形欄より上の話で、関連法が出たときはですか、ちょっとね、この20、21ページ、これはもう簡単ですからね、与えられる仕様が連結 PL と連結 BS だから、これを個別 PL、個別 BS と思って埋めりゃいいだけなんですよ。ですかはい えなのでね連結ピールで原価償却費とかのれんの償却額とか固定資産売却費とかってありますねこれ連結ピールですからねそしたら消券依頼ンる上でえ原価償却費とかのれん償却額とか固定資産売却益まあ符号間違えないようにして埋めていくだけですで BS についても与えられている資料が連結 BS なので売上債権の増減棚卸さの増減仕入れ債務の増減も前期末と後期末の BS の数値を比較して増減取って埋めていけばいいだけです だから個別キャッシュと全く同じですよ。全く同じ。証券内の上。まあ、一応、連結特有の、ね、のれん、証却額とかそういうのが出てくるというだけで。だからもし、勘弁法が出たときはもう絶対取らなければいけない。あのまあ個別キャッシュが一応作成できますよという前提ですよ。はい、でまあ下の留意点にもありますけれども勘弁法なんかはキャッシュロー計算書の作成問題というよりは PL や BS を作成する問題と言えると。 でまあ多分ね、勘弁法が出たときは、そもそもこの与えられている連結 PL、連結 BS のどこかが空欄になってるんですよ、普通はね。これが全部与えられていたら、まあ、何も問題として面白くないので、まあのれん消却額がね、自分で求めるとか、高低差の売却益とか、まあ、こういうものがブランクになっていて、自分で求めていくような問題にはなるかと思いますが、まあ、それはもはや PLBS 作成問題ですから。 はいえー、なので、勘、ま、弁、あ、法が出たときは、基本的に個別キャッシュと同じノリで取っていきましょうということです。はい、なので、省、ま、計、あ、欄より下の扱いについては、具体的なアプローチではなくて、試験上どう向き合っていくのかというところの話になってしまいましたけれども。ね えーまあ、繰り返しになる通りね、もう12月目標の方は、もう時間もないので、そんな連結キャッシュを今から得意にするっていうのは、これ、厳しいことを言うですけれども、なかなか厳しいので、難しいので、えーまあ、そこは必要最適に、もう本当に今日の講義でやったところを復習して、それが出ればラッキーだと、ね、でこれまで、ね、今日の講義でせっかくやったから、試験に出たら取ろうっていう気持ちを入れてしまうと、空回りする可能性があるというか、やっぱり時間、無駄に使う可能性がありますので、ですか試験でやったから取ろう といいいいう気持ちははこれは、ね、別にに担当論文、うん、あの書き根なしに捨てた方がいいと思います、ね、その自分でこれだけやったんだという気持ちを持っていくと粘っちゃいますからでも粘っても解けないものは解けない可能性が高いのでこれは失礼ですけどね、えー、なのでそこは、ね、もう自分でいくら頑張ってやったところでも解けなかったら潔よく次のものに移っていくっていうのはやっぱ試験はすごい必要だと思いますので。はいね あのまあ、粘り必要なんだけどもなんかその無駄に、ね、粘らずに潔さも、ね、含めてトータルで結局点数どれだけ取れるかですからその問題ができるできない自分のプライドみたいなものは全く関係ないですからね試験には。 トータルで財務会議論という科目、そして試験という1日の、ね、科目、論文だったら3日間の中でどれだけ取れるかというところを、ね、あの考えていただければなと思います、はい、でまたね、ね今日の講義の中ではもう、ね、担当受けずに論文だけ、えー、に次トライする、まあ、ただ、豪華発表が出ないので、ちょっとなんか今の発言だとネガティブになっていますけれども、えー、ただまあ、ね、論文生も受けられてると思います。まあ、論文生は、ね、まだキャッシュルを得意にする時間というのは十分にありますので、ですかあのなので、まあ、連結キャッシュロー論文はもう必須になりますから、絶対に、ね。 あの出ている頻度は少ないですが出たときにやっている人とやっていない人で差がついてその差というのは多分他の論点で埋められないぐらいの差になるはずです論文で出た場合でしかもそんなに難しくない問題が出た場合は、ねはい、だからまあ、ね、出題実績があまりない中でキャッシュローケー書初やりたくないという気持ちは、ね、すごい分かるんですけれどもやっぱ最低限、ね、あのまあ、特に今日やったレベル以上のものは当然。 やっていかなければいけないのでまあ、苦手な方はねちょっと今日のレジュメ足がかりに少しずつね時間をかけていっても構わないので最低限、ね、できるような練習というものは積んでいくようにしてください。はい、えー、ということで、まあ、今日はなんせちょっと1時間半しかないので、えーまあ、本当にね本当だったら商品売買のところとかもね解説を聞きたいという人もいるかもしれませんけれどもまたこれは何かねどっか機会があればというところで解説はしていきたいと思います。はい えー、それではですね、苦手論点克服講座の財務会計論編は以上となります。お疲れ様でした。